シムカップ駅は、北海道有仏郡シムカップ村座中央にある、北海道旅客鉄道赤商線の駅である。駅番号は、K21。電報略号はシム。事務官コードは132,145。特急、十勝の全列車と、大空の位置往復が停車する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、K 二面三線のホームを持つ、地上駅である。 ホームの移動は、湖泉橋を使う。シムカップ村が業務を行う、簡易宅駅。新友張駅による管理で、出社窓口は7時35分から15時25分までの営業である。駅舎の半分は、追い分け補選所シムカップ補選管理室となっている。かつては、駅構内に、大阪や食堂があり、 以下の弁当が販売されていたが、すでに撤退して降りてんも撤去されている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。シムカップ村の中心駅であるが、町の中心から離れているため駅前には物産館しかない。村内のみならず、日高町、南富良野町の住民にとって、新千歳空港、札幌方面への最寄り駅でもある。 前述の通り当たり駅は普通列車の発着が設定されていないため、当駅から新遊張駅、トマム駅、新徳駅間に限り特急列車の自由席を利用する場合には、特急料金が不要となる特例がある。新遊張駅、当駅、新徳駅間は、特急列車のみの運行であり、普通列車の設定がない。そのため、施設上の隣の駅を記載する。停車駅については、 列車記事を参照。ありがとうございます。